民主党は参議院議員総会を開き。明日召集される臨時国会で選出される。新しい参議院副議長に。輿石参議院議員会長を押すことを正式に決めました。明日召集される臨時国会では。参議院議長を第一党となった自民党から。副議長を第二党の民主党から選出することで。与野党が合意しています。 民主党は参議院議員総会を開き。新しい副議長に輿石参議院議員会長を推す方針が示され、了承されました。輿石氏は七十七歳。旧社会党出身で。平成十八年から民主党の参議院議員会長を務めています。新しい参議院副議長の人事をめぐっては。自民党から輿石氏,氏に難色を示す声が出ていましたが。 自民党の溝手参議院議員会長と輿石氏が会談し。今後の国会運営で協力することで一致し、自民党は容認することになりました。輿石氏は明日開かれる参議院本会議で、新しい副議長に選出される見通しです。